何今の。ベルフェは 2,3 日寝てたから知らないのか。一昨日からずっとああなんだ。また探偵小説にハマってとうとう衣装まで買っちゃったみたい。あれ着てかっこよく事件解決したいんだろうけど、名推理が必要な事件なんてそうそう起きないからね。なるほど、それであのイライラ。まああの衣装結構高いからイライラするのもわかるけど。え、いくらなの？あれヴィンテージだから家一軒買えるくらい。そんなに？白を切ってもお見通しだ。可愛すぎるニャンコはこの中にいる。可愛すぎるニャンコはお前とお前とお前とお前だ。はあ、せっかく衣装買ったのに事件なんか起きやしないにゃ。名探偵サタン、事件だ、急いで来てくれ。何？事件だと？おお、殺人事件か。ちょっと嬉しそうにしすぎじゃない？心配ご無用、犯人は必ず私が見つけ出します。いや、その前に兄弟が死んでることに何かないわけ？ん？これは？さすが名探偵、いきなりダイイングメッセージに気がついた。ズバリこれを書いた人物はベルフェゴールだ。そりゃそうでしょ、見たまんまじゃん。じゃなくて、もしかしてこの文字に犯人につながる何かが。そういうことか、謎は解けた。わかりましたか探偵さん。ベルフェはルシファーにやられたぜって、ベルゼだな。いや、全部頭文字ならまだしも。犯人はルシファーだ、捕まえてとっちめてやる。待って、ダメ、ルシファーは関係ない。なぜ断言できる？あ、いや、多分そうじゃないかな。もしかしてだけどさ、密室殺人かもよ。なるほど、それも一理ある。これはベルフェゴールが微妙に動いた。もしかして死んでないのか？そういうことか、気がついてしまった。つまりこれは気を使われている。こいつら俺がわざわざ値が張る衣装まで揃えたのに事件が起きないことに対して同情していたのか。このダイイングメッセージ、誰かの名前を書こうとしてたのかな。僕は名探偵じゃないから分かんない。